はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマンアークデラックスアークキューブソリスアーマーキューブです。はい、やっとタイプチェンジ系の新たなアークキューブ来ましたね。真っ赤っか。本編では一般市民の応援とアークからのユーマ想像力を解き放てのいつものセリフを言われて、ユーマが昔子供の頃に描いたソリスアーマーっぽい見た目の絵がこの形になり、そのまま具現化しアーマー装着っていう流れでしたが、アークに変身してるユーマがタイプチェンジを操作するんじゃなくて、ここのクリスタルからキューブが出てきて、さらに体内からアークアライザーが出現し、キューブがハマって回転して変身完了っていうタイプチェンジか。なんかあんまり見ないタイプチェンジ工程だったよね。そしてデラックスガングレンドは変わってませんし、6種類のサウンドが単体でなると。ではレビューしましょう。めちゃくちゃ小さくセリフ一覧とか書いてあって、デラックスのアークキューブは1個1500円ですね。でもやっと本体カラーがこれまでのグレーじゃなくって新色というか、完全な専用カラーでタイプチェンジアイテムが出るのはめちゃくちゃいい。ってことで、ウルトラマンアークソリスアーマーキューブ、改めて全体ぐるっと見回すとこうで、上側、下側で、基本造形はこれまでと何ら変わりませんが、早速、レジェンドウルトラマン関連とかいろいろ発売してますけど、全部グレー成形とかシルバー系の成形色が基本なので、赤メタリック成形かなになってるのは結構新鮮だし、ボタンも今回はオレンジ、上のクリアパーツもオレンジで、電池も最初から入ってますね。モールドの入り方とか造形は変わんなくて、ナンバーが02。アークキューブ系の柄背景だったのが、今回は炎に燃えるような背景になってて、ソリスアーマーで太陽モチーフだよね。月モチーフのルーナアーマーまでは公開されておりますが、ウル様で土星のサトルアーマーも発表されてて、あれテレビ本編で出るのかな。ソフビは会場で発売してましたね。まずデフォルトがアークキューブモードですから、押すと起動オン。単体発光とかも相変わらずなくって、長押しでサウンドモード。そうするとセリフが5音。太陽の力をその身にまとえ。太陽の力をその身にまとえ。アーマーチェンジ音だ。掛け声からの攻撃。で、カラータイマーか。太陽の力、その身にまとえ。これが5音ループ。もう一回長押しでアークキューブモードに戻ると。いつも通りの遊び方ですね。では本編通り頭のクリスタルからビュンと出したら、アークアライザーと連動。これでウルトラマンアークソリスアーマーにアーマーチェンジと。真っ赤なアークキューブ、もうここのベースの成形色自体が全然違うから、ハマるとまたこれはかっこいいね。やっぱこういうベースカラーが違うアークキューブがじゃんじゃん出てほしいな。とはいえ通常のアークキューブ同様に変身音が鳴って終わりで、ここから必殺音とかセリフは鳴らせないんだよな。取り出して押して鳴らすしかない。でセットする感じね。必殺とかは一旦外して鳴らす感じ。
サウンドモードにして、ここやっぱアークキューブにはめたまま鳴らしたいよな。でもできないんだよね。さらにアークアイソードにセット。はい、これで必殺攻撃のソリスソードエクスプロージョン、これが発動。発光色もね、相変わらず綺麗に光るよね。まあ、これも1音で終わりですね。というような遊び方になっております。まあ、デラックスの場合は連動だけじゃなくって単体で6音楽しむことができますので、その辺のゴージャスさはありますね。改めてソリスアーマー装着状態と通常のウルトラマンアーク見比べるとこうで、上半身にのみアーマーがひっつくような形なので、下半身は全く変わっておらず、劇中だともっとね、手が拳が大きい感じでしたが、頭部とかもそのまんまで太陽を模した&炎みたいなねデザインになってて、タイプチェンジをアーマー装着で表現する手法もなかなかかっこいいと思いますし、去年ブレザーがおもちゃ展開超硬派でこういうタイプチェンジっていう考え方すらありませんでしたから、今年は想像力と惑星の力で強化みたいな、この考え方は面白いよな。できれば水星とか金星とかいろんなバージョン出してほしい。以上、ウルトラマンアークデラックスアークキューブソリスアーマーキューブの紹介でした。